吉本ブサイク芸人ランキング常連の千原誠二、野良犬に二度見されたことがある。高校時代の10キロマラソンでは途中に親戚の車を待機させ10キロを5分で帰ってきたが、バレて停学になった。霊感がありいろんな人に助言しているが、お祓いとかはできないので、言われた方はただ不安になるだけ。アフリカロケでの出来事、ラクダが道路を塞ぎ、ラクダが動くまで進めない状況だった時に、誠二が車から降りて、ラクダにちょっとどいてくれと声をかけたら、ラクダが一斉に移動した。アレルギーなど一つもないと思っていた誠二、アフリカでカバを食べさせられると、5分もしないうちに体中に出来物が現れ、カバアレルギーだったことが判明した。ベトナムでバイクタクシーに乗るが、運転手が道を分かっていなかったので、運転手を押しのけて自分で運転した。森で魚を突こうとし、何か動いたと思って思いっきりついたら、自分の左足だった。誠二は免許証更新時の違反者講習で見るビデオに、主役で出演している。